さて続いては群馬御朱印散歩のコーナー、担当コロギアナウンサーです。はい、行楽シーズンということで家族も楽しみながら歴史を感じられるお寺をご紹介します。やってきましたのは草津町です。湯畑前にあるこちらの草津山高泉寺です。今回もですね、事業部の金井さんに来てもらいました。前回に続いての登場ですよね。はい、そして浴衣姿、気合が違うとありますが、はい、その通りかな。やる気満々です。高泉寺は弘法大師空海が開いたことで知られる真言宗武山派のお寺です。起源ですが、奈良時代の僧侶行基により721年に開基されたと伝わります。行基といいますと、奈良の東大寺の大仏を建てるのにこう尽力した人ですよね。はい、うん、そうです。その後鎌倉時代1200年に再建したと伝わります。高泉寺は1300年も長い間人々の心の拠り所になっていました。昔は医療も発達していませんでしたので、なかなか深刻な病とか多かったのにもかかわらず治りにくかったんですけど、ここのお薬師様の信仰で少しでも体を良くしたい、気持ちも休めたいという皆様の思いを込めて、この1300年ここのお寺法灯を灯しております。こちらのご本尊は薬師如来像です。東方浄瑠璃浄土に住みまして、病気平癒の御利益で知られています。当時で多くの人が訪れる草津の高泉寺らしいご本尊ですね。はい、紐を握ることでご本尊とつながることができるんですが、はい、こちらは檀家さんのみ、一般公開はされていません。特別にということですね。はい、続いてご紹介するのが釈迦如来像、遅咲き如来です。江戸時代に東大寺の大仏再興に尽力した僧侶、後継商人による手彫りで仏像を授かった江戸の医師、戸島玄雅僧侶が夢でのお告げに従い高泉寺にお堂を建てて釈迦如来像を安置したと伝わっています。こちらがその釈迦如来像、通称遅咲き如来像です。では緊急持ち込み企画、ご覧ください。毎日毎日嫌になっちゃうな。あれ、金井さん元気ないですね。どうしたんですか？いやね、全然もうね、もう50になろうっていうのもなる、なる、もう一回いいですか？ダメです、このまま行きます。あと数年で50になるっていうのにね、未だにね、こうパッとしなくてね。そんなことないですけどね。嫌になっちゃいますよ。いやでもいいところあるんですよ。え、本当ですか？はい、ついてきてください。はいはい、こちらです。ここがですね、遅咲き如来と言いまして、はい、人生もう一花咲かせたいっていう人に近い。もう一花咲かせたいっていう人にご利益があるそうなんですよ。本当ですか？うん、本当らしいですよ。では金井さん、お参りしてみませんか？あ、でも先客がいらっしゃいますが、静かにお参りしましょう。邪魔にならないようにね。はい、はい、いいですね。じゃあ、はい、お参りされている方の邪魔にならないように行きましょう。それにしても熱心にお参りされてましたね。微動だにしなかったですよね。どれくらい強い気持ちでお願い事されてるんでしょうね。ちょっと眼が弱かったかな。そんなことないですよ。さっきいましたよね。いたいた。これさっきありました？これ、いや、方が一人いただけで。遅咲き守りですって。じゃあもしかして、もしかして、こちらの安置されています釈迦如来は昔から当山にあったものなんですが、ただ誰の作かわからなかったんですね。多分江戸
作だっていうの分かってたんですけれども、平成17年奈良国立博物館の方にこれは有名な東大寺の高僧高家上人の作だということが分かりまして、その時初めて偉大な仏様でまた作者もすごいんだなっていうことが判明しました。でこんなに遅く200何年経っていてもこうやって素性が分かってちゃんとこうお名前を守っていけるんだな、遅咲きだけど遅咲きだから皆さんに元気を与えられるんじゃないかなということで遅咲き如来と住職が命名して今もお参りしております。最後にご紹介するのは最も天に近い五重の塔です。古い時代は皆さん薬師信仰で湯治という形だったんですけども、令和最近になりましては観光そしてリラクゼーションとかそういう殺伐とした今の時代を生きるそういう皆さんがお越しになる機会が多くなっております。それに対してやはりシンボル的な大きい建物で皆さんを引きつける魅力があるものを作りたいと思いまして、この建立に至りました。いただいた御朱印がこちらです。こちらですね。はい、こちらです。スタジオにも持ってきました、はい、今回はご本尊である薬師如来の御朱印ですが、うんうん、この他は五重の塔や遅咲き如来のものもあります、うん、そうですか。はい、うん、お守りも遅咲き如来守りというのがありますのでこちらも必見です。ちょっとねこの御朱印が頭に入らないぐらいですね先ほどドラマもいよいよ御朱印散歩もドラマ導入ということで、はい、ちょっと新たなステージに突入した感じがしました、はい、私は事業部の金井さん持ち込み企画ということ で金井さんの思いももしかしたら叶った御朱印散歩だったのかなと思いますが、続編はあるかな、どうでしょう、はい、ないかもしれませんそうですかここまで群馬御朱印散歩のコーナーでした。